着いた。はい、船券売り場は、じゃあ乗船券売り場はようやくこれで長崎に行けます。似合ってますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。でもちょっとこれ、はい、意外とかさばって動きにくいんですけど。衣装リボックですか？あ、旅をするので、ちょっとしかも目立つし、なんか着替えたいんですけど。まあ広沢さんが、まあ、そういう時があるかなと思って、はい、スタッフ用意しました。本当ですか？ええ、イエーイ、着替えました。ボレジョ旅の T シャツ、すごい楽ちん。そして風が強い。これで私の旅は完璧です。これで旅していきたいと思います。イエーイ、かわいい。じゃあ広沢さん、はい、まだ時間もあるんで、はい、トランプでもやりますか？わかりました地図で見たんですけど、長崎ドキツ、ドキツに行けるっぽくて、ここ寄って、うん、今日とりあえず雲仙の方に向かうっていうのってどうですか？に行きたいなと思って。平気ですか？これで行きたいです。これで広沢さんがそう決めたんだったら全然問題ないです。じゃあついてきてください。でもちょっと行き方がまたわかんないんで、でもさっきなんかバスとかで書いてあったんですよ。バスターミナルっていうのがありますよ。果たしてあのバスが行くのかわからないけど。うわ、本数少な。これだ、何だ。これは歴史文化博物館。
違う、これじゃないです。ちょっと待ってください。どこ行くんでしたっけ私。 MB ミニボートピア、ミニボートピア、どこでしたっけ、長崎、はい、トキトツキみたいな。え、長崎トキツ、え。あ、でも出てきました、ほら。これの長崎キツの交通アクセスを調べて、ミニボートピアは長崎バスの新海、え、待つか。え、ちょっと待って、長崎バスの新海検索、バス停が見つかりませんでした。待って、なんでだよ、あれ、待ってください。お金持ってるじゃないですか。タクシーます、タクシー入れます。タクシーの運転手にどのぐらいかかるか聞いて、それから考えます。2000円くらいだったら行っちゃう。やめた方がいいですか、これ。あの、後々後悔するから、あの時分タクシー使わなければみたいな。まあ、後のことは後で考えます。よいしょ。すいません、あの、ちょっと聞きたいんですけど、あの、ミニボートピアの長崎トキツまでってどんぐらいかかりますか。料金3000円ぐらい。遠いですか、バスって出てますよ、ここから。バスはね、出てない。電車通り出んと。あ、電車、電車通り、電車でほら、もう一度2つ通りを越えたところじゃなかったに行けばバス出てますか。バス出てます、トキツ行きは。タクシーだと3000円くらいかかるんですよ。そう、だからとりあえずなんか電車通りに出ればバスがあるらしくて、時津行きのバスに乗れば深海北まで降りれるらしいです。なんかお金持ってるのにあれですね、タクシーでピュッと行っちゃえばいいじゃないですか。いやいや、最初に使いすぎると後悔しそう。広沢さんも後悔することあるんですか。ありますよ、たまに。でもなんかバスとか乗った方がなんかその土地の観光っぽくないですか。その土地のあれ乗ってる感じがする。タクシーよりも、タクシーは本当にいざとなってる時に乗ります。どこここみたいな時。まだいざって時じゃないの。いざって時、まだいざって時じゃない。あれ、広沢さん、お腹空かないんですか。お腹全然空いてます。お腹結構空いてます。お腹全然空かないんですよね。食べます、なんか。いや、ミニボートピア行くまで食べません。じゃあ行ったらちょっと考えてもらっていいですか。はい。そうだ、みんながお腹空いちゃうんだ。これ何？え、これで行けんのかな。え、わかんない。なんかでも、東京駅って書いてない。これ長崎駅行っちゃうと。え、待って、こんな一気に来られたもん。ちょっと、あれ、なんてバス停でしたっけ。新海来た。あ、ある、ここに行き先が今、おー、南、ここだから、え、全然わかんない、ないし。私が行きたいとこない。でもいつなんですよね、時は、これね、乗れば行けますよって言われたんです、さっき。ここで、このバス停から乗れば行けますよって言われたんだけど、ちょっと、なんか来ましたよ。あれは行き先が書いてある三河町。違う、え、ちょっと、え、他の全部行くのかな。乗ってみます。乗っちゃうの。とりあえずあれに乗って、行けそうね。
そう、とりあえず1の方で北方面に行きます。どこまで行けばいいかわからないけど、バス路線とかないのかな。長崎の路線図出したらこんなになりました。ちょっとね、難しい。何も書いてない。よろしくお願いします。よいしょ。はい、というわけで長崎台前で降りて、はいはい、バスが一応なんか新北まではちょっと行かなかったので、北の方に来たのでここからタクシーで行きます。この方が多分効率いいかなと思って。タクシーは本当にいざとなってる時に乗ります。どこここみたいな時。まだいざって時じゃない。いざって時、まだいざって時じゃない。さっきの駅から場所まで3000円くらいだったんで、はい、多分2000円くらいで行けるんじゃないかな。ちょっと安くなった。ちょっと安くなったかもしれない。知らない土地って本当に大変。もう初めからちょっと宣伝受けた。いやもう全然何乗っていいかも分かんないし、どこなのかも分からないし、ここがちょっとやばいですね。でもちょっと今回これで1日目やってみて、なんとなくちゃんと調べなきゃいけないっていうのを分かる。事前にまちゃん、あのフェリーでさ、はい、結構時間あったじゃない。はい、マッピーは何してたの。寝てました。調べたんですけど、雲仙までどのくらいかかるんだろうみたいな。わ、100分以上かかるんだって思って寝ました。そこがいけます。そこが今日の範囲に。まあ、あ、ここだ。あ、着いた。ありがとうございました。はい、大丈夫です。着きました。着きましたね。はい、ミニボートピア長崎トキツ。えい。ここで船券を買って、でも時間が今1時5分なんですよ、はいはいはい、でとりあえず雲仙の方行きたくて、はいはい、今日中に、うん、だから雲仙まで その交通手段を調べて、時間によっては後のレースのを買っといて、結果を確認するっていうのでもいいかなと思って。でも初めて私ここでこういうところで船券買いました。ダメだったらまた考えます。で、あ、でも、食べます？いらないって言われました。広沢前バージョンアップしていく。バージョンアップしていく旅。それこそがボレジョ旅です。